ボレスワフ5世イフスティドリビは、サンドミエシ公、クラックフ公、レシェク1世の息子、純血公とも呼ばれる。1241年にレグニツァの戦いで、シロンスク公、ヘンリク2世が戦死した後の混乱の後、ポーランドの最高権威者である、クラックフ公の地位に就いた。1239年、ボレスワフ5世は、ハンガリーオーベイラ4世の娘キンガと結婚した。 中世の年代記によれば、公爵夫妻の結婚生活は完全なものではなかった。金河は極めて敬虔な女性で、妻として夫と同金するのを拒んだ。ボレスワフ5世は何とかして金河の気持ちを変えさせようとしたが、彼女はあくまで抵抗したため、ボレスワフ5世は妻の求める純潔を保ったままの結婚生活を受け入れざるを得なかった。 ボレスワフ5世自身も信仰に扱ったため、愛称を書くことはしなかった。こうした事情から、ボレスワフ5世は純血行の異名で呼ばれることになった。ボレスワフ5世は、1241年のモンゴル信仰によって破壊されたクラックフの統治者となり、同志の再建のため多くのドイツ人移民を受け入れた。クラックフは1257年の区画割り当てに従い、 5番路目上に整備された都市に変わった。しかし1259年の2度目のモンゴル侵攻の際、敵将の会の攻撃によって、ボレスワフ5世の領地であるクラクフやサンドミエシュは、荒廃した。1279年、53歳で死去。子供がなかったため、上位にあたるシェラツコーレシェク2世が、ポーランの大公位を継いだ。ありがとうございます。